こんにちは、グチャク TV のティナと本日のゲスト、モカです。今回、コラボ動画になります。モカちゃんはどこ出身ですか？中学です。中国のどこ？河南省っていうところで。河南省ってなんか地図で見るとどう？地図で見れば、多分一番真ん中のところ。真ん中？はい。なんか山が多いとか？山が全くない。逆にこう、平ら。そう、平らみたいな。日本はどれぐらいですか？2年目です。どうして日本に来ようと思った？距離が近いじゃないですか。中国から日本まで、飛行機で多分3時間くらいしかかからないので、思い切って日本に来ました。日本に来た時に何か驚いたことってありますかね？中国から来て。いっぱいあります。どういうところでしょうかね？一つ目なんですけれども、一番驚いたことはコンビニの数が多いです。中国はあまりない？あんまりないですし、24時間営業している店はほとんどない。モカちゃんの出身はなんかでかい町、なんか中国はめちゃめちゃメガポリス多いじゃないですか。そう。モカちゃんの地域ってなんかありますか？そういうめちゃめちゃでかいところみたいな。上海みたいな町はないですかね？ないです。深圳みたいな、ないです。どういう生活してる？なんかすごく気になる。地下鉄もない。あとはタクシーの最初の料金、日本円だったら100円ぐらい安くない？みたいな、本当に田舎みたいな街なんです。なんか全然こう中国の田舎は想像つかない。どういう感じ？なんかいろいろ噂、なんか衝撃的なニュースとかもあるんじゃないですか。なんか佐賀萩市とか田舎と町とか。そうそうそう。モカちゃんの出身はないって感じですか？あります？佐賀萩市とか。ありますよ。あります。そう、給料とか、あとは経済の何に差の差が激しいです。あと上海みたいな大都市と比べたらやっぱ激しい。他に何か日本に来て驚いたこと？驚いたこと、コンビニに関しては、中国のコンビニはどちらかというと食べ物と飲み物しか売ってないじゃん。でも日本のコンビニは日用品からお酒まで、あとはコピー機とか宅配もできるし、いろんな証明書の発行などもサービスが充実してるんですね。これは本当に日本に来てびっくりしました。何でもできるねみたいな。ロシアもそういうのがなかなかね、あんな便利なところ。最近はちょっとわからないんですけど、日本来る前にロシアにいた時は、紙コップにカフェみたいな感じでコーヒーを作るところなかったの、昔は。今も多分少ない、あってもなかなかない。これありがたいね。それめっちゃ好き。いつも買う、毎日お世話になってます。2番目は日本の治安が本当にいいですね。例えば財布や自分の重要なものを落としても戻ってくる。これはびっくりしました。あとは例えばお店、カフェとかに行くときに、自分の携帯やパソコンそのままテーブルの上に置いたまま離れても全然心配しない。それはね、なんか泥棒のパラダイスと思っちゃうんですよね、海外で起こったら。中国ではこれは本当にやばい。危ない。あとね、いつも私頭からどうしても離れられないシーンがあって、日本に来た時に目の前に男性が歩いていて、ここのポッケにお財布をこうめっちゃ丸出しして、こんな感じででっかい財布が出てて、あれはね、もう本当に記憶から消えないっていう感じで、めっちゃ印象に残ってる。わかるわかる。この後ろのポケットに入れるなんて、めちゃめちゃ大きい、なんかいっぱい入ってそうな。大丈夫？あれはね、本当に言いたいぐらい出てますよ。そう、一瞬でもう取れるよ。一瞬で取れる、なるでも。でも日本だからね、あんまりない。はい、確かに。これも日本に来て驚いたことの一つ。なんか海外とかですと、常に自分のものはどこにあるかってちょっと考えなきゃいけないね。中国も同じ。ですよね。ここにはさすがに入れないね。
まあ、日本ももちろんもう全く何も気にしないのは良くないと絶対なくしたりするので3番目は日本に来て驚いたことは本当に小さな子供が一人で電車に乗って通学する姿を見たら本当に大丈夫？だから中国人あの年っていうのは私ちょっと心配ですね。中国は何歳まで一人で行かない？中国は多分中学生まではずっとあの家族の誰かが毎日送り迎えをして、うん、これはもう当たり前のことです、うん、中学生は何歳から？中学生は13、14かな。結構大きいね、うん、ロシアの場合は小学校1ぐらいかな、うんうんうん、親に一緒に同行してもらったりするんだけど、うん、2年生からはもう大体一人で行くか、まあ、親がもし車で便利だったら車で、うん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 、はい降ろしてでも小学生みたいな小さな子供だったらもしあの送り迎えしないと中国ではあの誘拐とかあとは人身売買とかいっぱいあるので、それが怖いね。そうなので初めてみんな一緒に、うん、あの通学したりする時見たら本当に大丈夫かなと思ってて、ロシア人から見るとなんかすごい、うん、スマートだねと思う。1年生なのに、ね、東京のメトロに乗れるのがすごすぎるね。一人で一人でこうなんかちゃんと道分かる。そうでも日本だから全然大丈夫だと思いますね、うんうん、次は日本のサービス業のレベルが高い、うんうんうん、接客の質が高い、うん、本当にどこに行っても丁寧な接客を受けることができますね、うん、安心ですね。そう、うん、中国ではいらっしゃいませとかあとは日本のようにおもてなしがないので、うんうん、そうですね、はい、それはロシアの場合も似てますなんかどっちかというと客が神じゃなくてスタッフが神って感じですよね。でも中国のスタッフはどちらかというとあの塩対応、うん、普通は何も言わずにこう、うん、ビッてビッて投げる、うん、ビッて投げる、うん、みたいな感じ、うんうん、まあ、ロシアの場合はもちろんいいレストランとかいいカフェに行くとすごくサービスがいいけど、うん、でも普通の食堂みたいなところとか、うん、スーパーとかは、うん、うんですよねでも日本ではどこに行っても本当にどこでも平等、なんかどこでもね、すごい、お客様は本当に神様みたいな存在ですね。あの中国に住んでる友達がいて、うん、彼女はグループで中国に着いて、うん、なんかそのグループの一人の人はなんか食べてそのままで空港の中で捨てちゃった。あでそれがすごく驚いて、何やってんのってみたいなこと言ってその人はこれ中国だからスタッフがいるから片付けてくれる、だから別にいいよっていうのを言ってたんですけど、どう思います？中国のどこですか？例えば北の方か南の方か、中国の多分北京は天津、あ、天津の方、北の方ですね、うん、で中国は結構こう地域によってそういうのが違ってたりする？人の性格も全然違いますよ、全然違います、うん、面積が多いので、うんうんうん、多分地域によって習慣も違うし、うん、性格も違いますね、うんうんうん、もう一つ思い出した、ロシアではあのトイレの中にトイレペーパーがちゃんと置いてなかったりする。やっぱりね、レストランとかカフェとかもちろんあるトイレペーパー、でも中国でもないよ。あ、うん、本当に高級なホテルとか、はい、普通のスーパーとかレストランも多分ないですね、ないですね。うん、ロシアもスーパーにはそもそもトイレがないかも、うん、少ない、トイレもない、百貨店とかはもちろんあるけど、うんうん、スーパーはないかも、うん、あともし街中のどっかの公園のトイレとかでも、うん、トイレは少ないし、うんうん、トイレペーパーはない、うん、可能性が高い、多分トイレの中にトイレペーパーを置く国は日本しかない。トイレペーパーは置いてあるんですけど、そもそもトイレの数が少ないし、あ、でもレストランとかカフェはもうある、うん、あるね、うん、これもありがたいね、うん、さすが日本です、
まあ、あと綺麗っていうところです。そう、綺麗です。なんか初めてこう日本に来て、うん、飛行機に着いた、なんかその時にこれはって感じたことなかった？空気が綺麗ですね。空気が綺麗です、うん、これは着いた瞬間感じた。本当に中国では特に冬になると空気が悪くなっちゃうよ。あ、でも日本では田舎でも都市でも大都市でも空気が、うんうん、あ、新鮮。山とか行くと本当に最高だよね。そう、うん、日本に生活してみたらこれは違うなってなかった最初の頃。習慣も一つ、例えば中国人は冷たいもの食べないですね。それを聞いたことある。あ、そうそうそう、うん、お湯とかその温かいスープ飲むけど、うん、これは体冷やすもの、うん、普段は飲まない。うん、うん、なので初めて日本のお店に入ってお冷や必ず出てくるじゃん、うん、出てきた時になんでアイスも入ってる、うん、お冷や、そう、これもびっくりしました。え、中国は温かいものが出る、うん、温かいお茶、夏でも温かいもの、うん、ロシアと似てる、うん、ロシアもあんまり冷たいの、ね、まあ、水くらいならでも氷は入れない。あ、アイスコーヒーとかは私最初めっちゃびっくりした、アイスコーヒー、アイスコーヒー、これも日本しかない。まあ、今はロシアにもあるんですけど当時はなかった、うん、あ、じゃあ皆さん今回ありがとうございました。最後までご視聴いただき、もしよかったらモカちゃんのチャンネルのリンクと後半の動画を下に貼り付けますので、よかったら見てくださいね。チャンネル登録、インスタフォロー、ツイッターフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。バイ。